悔しかった？さっき。うん。負けず嫌い。昔からだからね、負けず嫌いなのは。に。まあね。スペシャルドラマがかかっとったからな。なんでかんだ。ねえねえ、待って。ちょっと一回下げるわ。はい。そうだね。スペシャルって。なんかさ、2回スペシャルドラマした人いないじゃん。うんうんうん。で、私めちゃくちゃそれにかけてたからさ、なんか普通に悔しかった。うん、確かに。そうで、みんな、なんだろう、私は内心さ、うん、なんかいけんじゃないと思ってた。あ、動画を撮った時に手応えが。え、そう、なんか自然だったから別にいいんじゃない、うん、と思ってたのね。そうだから、なんか余計ちょっと来ちゃったかも。うん、多分他のペアが圧倒的に良かったんで。そうだけどさ、うん、負けず嫌いなんだ。嫌なのよ。まあ悔しいよな。いいんだけどさ。でもなんかさ、思ったのさ、さっき、うん、もうこれが多分爆乗最後だから悲しいね。同棲ハウスでキスしたじゃないですかね。して、嘘つかねえよ、取られちゃったよ。あれがもし逆の立場で、私がじゃあキスします、うん、して、で最終告白します、うん、ごめん結婚としてっていうので振ったらどう思う？そのキスはなんか何でしたんだろうっていうふうには思わない。